あと匂いや味をはい感じない。そういった自覚症状はいずれもありません。いずれもなしですか。答えているのは住民役の県職員です。島根県などが毎年行っている島根原発の事故を想定した防災訓練。今日は新型コロナの影響で住民が参加しない形で実施しました。訓練は UPZ と呼ばれる。 島根原発から5キロから30キロ圏内に住む人たちが県外に避難する想定で行われました設けられた検査場では従来の放射性物質の検査に加え新型コロナに備えた体温測定や症状の有無を確認する訓練もしました参加した県と中国電力の職員たちは防護服を身につけ手順を確認しました 住民の皆さんには参加していただかないということで、きょうは進めましたけれども、今後、感染の状況がどうなるか、これを見ながら対応していく必要あるかなと。島根県は、国や鳥取県などとも協議して、新型コロナ対応を含めた検査手順を整えていきたいとしています。